どうも、お疲れ様です。FX オリガラヒの更新になります。同時に、速火塾限定動画をご覧の皆様にもお届けしております。9月13日、朝6時30分の相場解説。まあ、正確には6時22分になりますけどもね、6時半で、今回の相場解説、流させていただきます。えっ、ー、とですね、昨日、一と日と、材料で始まった相場だったんですけども、結局テクニカルになったでしょう。えっ、ー、と、具体的に言うと、トライアングルが、 まあ、いわゆるね、ペラントが生まれて、そこから、あの、ブレイクが生じて、倍の方で、ゾーンまで、えー、そのね、利幅が伸びたっていう形でございます。 途中やきもきするところはありましたけども結局はあ目標通りの価格が取れたんじゃないかなというところはもうすでに動画でねまとめた通りでございますえそして残された課題が今日はありますのでそれについてお話していくことと今日は今冷やしを見てますけどもね冷やしを見るにおそらくですけどもこの水準ってのはもう一旦終わったんじゃないかなと思いますねこ後ですんで、えー、147円の中盤から後半にはもういかないんじゃないかなと思いますよね うん、まあ、そう思うだけでその根拠っていうのは今のところ薄いんですよ薄いんですけどももしかしたらここまでかなっていう風な思いのま,まあま放送の方ね続けさせていただきますで、えー、と4時間の方ですね次見るのは4時間の方ですけどもここにトリプルトップの3点天井がありましたそしてよく見るとボラティリティっていうのがね徐々に広がっていくことがさらに確認できると思いますこんな感じであの下値っていうのがどんどん広がってるでしょ でついには、まあ、材料の影響もあってここまで伸びたってことなんですけどもこれがですね昨日の1時間軸で見るにブレイクを果たして上昇を一方的に続けてきたっていうのは4時間見ると、まあ、分かりやすいかなってことですあとは窓埋めをするかどうかっていうことが残ってますここに窓がまだ開いてますからねそれについては今後起きるかもしれないなっていう目線で今日を見るってことになるでしょうね 1>, で1時間です1時間が一番説明するのが分かりやすいんですけどもはいえっ、ー、と月曜日の朝窓が埋まったのが分かりましたそして窓埋めに入るかなっていうふうに考えた方もいると思いますけども何度も言いますけども窓埋めってのはね迷信に近いんですよテクニカルの理論ではありませんただしかなり当てになるんで高い確率ではまだ埋まります じゃあ窓が埋まるのが生まれたその日に窓が生じたその日に埋まるのか次の日に生まれるのかその週のうちに埋まるのかっていうところがまた見極めないといけないところですよね今日は3日目なんですけども窓が生まれて3日目にもしかしたら今日は埋まるかもねってことなんですよここまで伸びてきた値動きがこういうふうになったら埋まるわけでしょそして3点天井に加えて4点天井になってきて新しい値動きをここで作っていくということになりますボラティリティもどんどん広がっていくそのままでしょ で、こういういにどん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 ね材料が集まってくるんでより正確なあ相場解説ができるようになってくるんですけども今の時点では昨日トライアングルのブレイクを取ったところまでの証明しかできていませんトライアングルっていうのはどういうことかっていうと値、ね、動きの上限がこういうふうに下がってきて下がこういうふうになった時に三角形が描けるわけですよねあちょっとすいません まあ何度も説明しましたんで、ね、今更言ってもねまあ、いわゆるうざいだけかもしれませんけども3回かができてあとはブレイクをどっちの方向にするかなんですけどもここに強い要線がいきなり出始めたんでこれは上昇にブレイクに舵を切ればいいかなっていうのが昨日の朝9時ぐらいにお話したところなんですよそうしたら値段がぐーっと結果的には上がってえっ、ー、と現在の値段ねここまで来たわけでしょここっていうのは実体と比を結ぶとゾーンに入るわけですよ もう一つのゾーンは昨日の5時ぐらいに利益確定したここです。で、このシナリオに加えて今日はこのゾーンに行くかどうかっていうところを見ていくわけなんですけども今日中に行くかどうかはわかりませんよ。でももし上昇の勢いが強ければここが今日とか明日に埋まるかなっていうところはあの否めないところです。しかしですね、値動きの限界、えー、円安の限界がもうここら辺だと思ったら今度はね、これが値下がりを始めて今度はね、レンジを作り始めるんですよ、ここに。ここまでのレンジなのか 別の力点のレンジなのかまだ分かりませんけどもね。だから今日はとりあえずそれを午前中探っていくってことになります。はい、じゃあ解説は以上です。あとはね、ちょっと材料を見ていきましょうか、久しぶりに。材料がどうなってるのかなってことですね。はい、これが今日かな。8時50分に軽いのがちょこちょこっと入っておきます。で、15時にイギリスに強い GDP の発表がありますけども、ここは気にせず行きましょう。そして、えー、あ、来ましたね。今日だったんですね。CPI の発表。 だから、今日でおそらくテクニカルの動きっていうのは一旦終了ですよ。今日の21時半から大振れしますんで。で、明日は全く違ったマーケットで私たちはやることになりますので、その時にわかるんじゃないですか何がわかるかっていうと、1時間を見ていきますけども、今日の21時半のアメリカの材料、CPI によって、一気にこれがドーンと伸びていくのか、で、窓が埋まった状態になるでしょそして新しいマーケットを私たちは考えなければいけないのか、それとも、 大きく動くのがこっちに動くっていうことでね今度はこっちのマーケットのことを考えないといけないかなってことを大きく2つの展開を考えて明日を待つことになりますはいじゃあまたあー後の更新でお会いしましょう